なんだなんだ、どうなってんだ。うん、大丈夫じゃな。こりゃ何でも入る布袋様の堪忍袋じゃ。でも息が詰まって死んどりゃせんかと気になって出してみた。もうすぐ着くで、旦那様はもうちょっと入っとれ。うん。ひどい目にあった。ここは一体どこだ。もう甲州じゃ。それより旦那様、これをちょっと見てきれ。これってオラのことじゃねえのけ。なあ、人相書きの札。確かにこれはお前に間違いねえ。なんだお前、手配書が回ってるじゃねえか。何やらかしたんだ。もしかしたらあのことかの。大黒様の小槌を返さねえから、どこやらの殿様とかいう悪いやつをぶちのめして返してもらった。とんでもねえやつにとっ捕まった。仲間だと思われた。俺も一緒に獄門じゃねえか。こうしちゃいられねえぞ。ああ、それよりここは甲州か。ああ、稲漬の家はこの辺りだ。まず俺が行って挨拶してくるから、お前は少しの間待ってろ。あ、いや、あれだ、いきなりだと驚いちまうだろ。何、すぐ呼びに戻れ。旦那の言うことも聞けねえなら立派な嫁にはなれねえぞ。分かった。ほら、いい嫁っ子になりて。言われた通りここで待ってる。戻ってきてオラのことを紹介してけれ。よし、このままトンズラだ。おっと、怪しまれないように自然に自然に。こりゃたまらねえ。この個室に男好きするこの流し目、こんな一人川釣りで水も滴るなんとやら、こりゃゴケか出戻りだな。お、そうだ、一石二鳥の妙案を思いついたぜ。これなら、あの鬼っ子を追っ払えて、この女とも仲良くなれる。そうなんです。おかしな子供に懐かれて、夫婦になれなんぞと付きまとわれていましてね。まあ、それはお困りでしょう。私に恋人でもいれば、絡まれることもないのでしょうが、何分これから仏道に入ろうと清く生きる身、相手がおりません。なんとか諦めてもらうため、ご迷惑でなければ、お八重さん、私の許嫁になってもらえませんか。あ、何、真似事です。そうでしたか。こうしてうちまで送っていただくお礼もしたいし、私でできることでしたら。お、こりゃ脈ありだな。清い身というところが効いたか。今宵は色香に道を踏み外すうぶな坊主って筋書きで行こう。そいつが稲漬け？本当にか？恐れ入ったか。この美人が俺の稲漬けよ。誰が見たってお前とじゃ勝負にはならん。諦めるしかなかろう。人間は変わったもんを許嫁にするもんじゃ。そりゃあ山んばじゃ。旦那様、頭から食われてしまうぞ。何？なんじゃ、子供も一緒に食えると思って来たのに子鬼じゃねえか。いね、この人間は分けてやらん。魚ばかりに飽きて、ちょうど肉が食いたいと思っとったところじゃでな。たとえ親御様の遺言でも、自分の子を山ん場に食わせとうはねえじゃろう。許嫁だろうと、オラがとっちめておいてやる。